白の謎です、えー。血まみれになって帰ってきた白を抱きしめる千尋なんですけれども、白っていうのはどういう存在としてデザインされてるのか、そのテーマ的なものではなくて、デザイン、お話の中の構造としてどんな風にデザインされてるのかというと、女の子から見た不良少女なんですね。あの、外の世界で悪いことをして帰ってくると。あのね、強い大人に命じられて純粋な少年が外の世界で悪いことをして、そして血まみれになって帰ってくる。 でも、そんな人なんだけど、周りから怖がられてる人なんだけど、私だけには優しいんだっていう、その少女漫画のですね、あのヒーローですね、あの彼氏設定ですね、あの、俺あの、昭和の時代にですね、ホットロードっていうですね、あの少女漫画読んだことあるけど、ま、ああんな感じですよ。あんな感じのですね、あの、やつですね、バナナフィッシュとかもそれ、そうなんでしょうね。で、このですね、えぇ、ー、白がですね、えぇ、ー、 千尋にですね、私はずっとお前を見ていたというシーンがあります。えー、どうして私の名前を知ってるのっていうふうに、ちひが聞くと、そなたの小さい時から知っているっていうふうに答えます。で、えー、さっきのですね、あの、千尋におにぎりを渡すシーンなんですけど、そのシーンでですね、白は自分の名前を思い出せないんですね。やっぱり名前を奪われてるから。で、自分の名前も思い出せないのに、でも不思議だね。千尋のことは覚えていたっていうふうに言うんですよ。で、 これね、やっぱあの、セリフの通りで考えると、ここから先の展開、ストーリー展開を全てセリフ通りだと考えるとですね、白というのは小白川という川の守り主の神様で、えー、千尋が小さい時に溺れかけたのをですね、えー、助けてあげた神様というふうに、セリフの上ではなっています。お話の上ではなっています。で、その事件だけでですね、なんで、えー、その後の小さい時から知っていると。で、 自分の名前も忘れたのに、お前のことだけは覚えていたっていう、このセリフがですね、ついつまが合わないんですよ。で、えー、白のことをですね、例えばその白が倒れた時に心配すると、そうするとかまじはですね、愛じゃっていうふうに言うんですね。愛だね、愛じゃっていうんですけども、これもですね、この、これまでの宮崎アニメのなんだろうな文法と違いすぎるんですね。 あの、主人公同士がこういう思い合っている恋愛感情みたいなものに、例えなったとしてもですね、えー、それを愛だというふうに、あまりはっきり言い切らないんですよ。なんでそんなはっきり言い切るのかです。あとですね、謎の歌詞という問題があってですね。よいしょ。あの、 宮崎駿がですね、この千と千尋の神隠しを作った時にですね、被災市城に送った、えー、イメージ歌詞というのがあります。ちょっとここに一部分だけ引用してるんですけども、全、まあ、文読むと、あのかあの,日の川でっていう歌なんですけども、火の差す裏庭から忘れていた軌道を抜け、生垣が影を落とす道を行くと。 これ本当にストーリーそのままになっています。えー、向こうから走ってくる幼い子は私。ずぶれで泣きながらすれ違う。砂場の足跡をたどってもっと先まで。今は埋もれてしまった川まで。まあ、本当ストーリーの説明ですね。ゴミの間の水草が揺れている。あの小さな川で私はあなたに会った。私の靴がゆっくり流れていく。小さな渦に巻かれて消える。心を覆う。塵が消え、目を。 えー、隠す曇りが消える、えー。手は空気に触れ、足は地面の弾みを受け止める。誰かのために生きている。私。私のために生きてくれた誰か。私はあの日川に行ったのだ。私はあなたの川へ行ったのだ。っていうですね、歌詞なんですね。で、えー、これまあ実際にはですね、千と千尋のイメージソングとして作られなかったんですけども、このですね、ずぶなになって帰ってくる。で、えーっと、私の靴がゆっくり流れていく。で、私のために生きてくれた誰か。 っていうのがですね、なんかね、すごい物言いたげな不思議な歌詞なんですよ。で、結局この歌をですね、本編には採用しなかったと。で、ここでですね、あの不思議なのがですね、あの、千尋が過去を思い出すシーンなんですね。あの、もう本当物語のラストで、 白のドラゴンになった、竜になった姿の時に上に乗ってですね、一緒に飛ぶシーンなんですけども、ゼニーバに会いに行ってですね、白を許してもらって、で、白の化身である白い竜に乗って空を飛んでるシーンですね。割とあの、ドラマの中の一番の盛り上がりです。で、千尋は突然思い出すんですよ。えー、っとですね、こんな風にですね、水の中に手が伸びていって、で、というシーンなんですけども、 えー、しかしですね、これあの、靴がですね、落ちて拾おうとしたにしてはですね、水着しぶきのサイズが大きすぎるんですよね。じゃあ、千尋が落ちたから水しぶきかっていうと、いや、落ちたから、落ちてからだったらですね、その手が入る前にこんなに大きい水しぶきが立つはずがないと。もっと大きなものが落ちた時の水しぶきに手が伸びてるように見えるんです。こういうのをはっきりさせるためにですね、このシーンの絵コンテを見てみましょう。 絵コンテを見ると同じことが書いてるんですけども、注目するのはですね、さーっと伸びていく子供の手って書いてるんですね。えー、とですね、なんで子供の手って書いてるのかっていうと、千尋の手って書かないためなんですよ。ここにいるのはですね、千尋じゃないからですね。で、誰かなんですけども、誰かというのを、あの、出版した、あの、明かしたくないからです。誰かの手が伸びていって、そして水の中に落ちた、大きいものが落ちたものを、 助けようとしてるんだけどというものを書こうとしてるわけです。なんでちあの千尋の手と書かずにですね、子供の手なのか。で、続いてですね、千尋がそれを思い出すシーンです。思い出すシーンはですね、千尋がですね、えー、これ見ると、肩のところを見てください。顔と肩の色が同じです。つまりこれ裸なんですね。 えー、これ、なんで千尋がです、ね、このシーンで裸だったのかというと幼い頃の千尋がその川に落ちた時に裸だったからです。あのよくです、ね、川遊びする子供がですが、ね、パンツだけでありますね、あれと同じですね、川に落ちた時の千尋はです、ねえー、実は上半身が裸だったんですね。じゃあ、このです、ね、手を伸ばしている子供の手はです、ね、T シャツ着てるんですよ。 おかしいですよね。T シャツを着ている人物、子供がですね、手を伸ばしていて、そして幼い頃川に落ちた千尋はですね、上半身が裸だ。少なくとも上半身が裸だっていうのはこう矛盾してるんですけども、子供の手が誰かが落ちたところに伸びていく。それは、子供の手というふうに書いてあるわけですね。じゃあそれは千尋なのかというと、千尋じゃない。千尋はその時に裸なんです。裸で落ちた、 千尋を助けるために子供の手が伸びてるわけなんですね。で、つまり裸だった幼い千尋をですね、手を差し伸べて助けた T シャツを着た子供がどっかにいるはずなんです。それは誰かっていうと、これがね、今回の前半の考察の主なところなんですけども、どうして私の名前を知ってるのって来た時に白がそのたの小さい時から知っていると。なぜ白は、えー、千ひを小さい時から知ってるのかっていうと、 自分の名前を思い出せないときに。え、白はですね、あの、千尋のですね、死んだお兄さんなんですね。千尋は川で靴,靴を流したんじゃなくて、川で落ちたのでですね、あの、ま、ちひは川に落ちたわけですね。それを助けようとお兄さんが手を引っ張って、代わりにお兄さんは川に流されて帰ってこなかった。 で、お兄さんは人のために命を捧げたので、その川で神様になれたっていうお話なんです。で、千尋はこれを覚えてないんですね。私覚えてなくてお母さんから聞いたんだけどっていうふうに言ってるんですよ。つまり、靴を流したというのは千尋のあくまで証言であって、でもその事件自体は全く千尋を覚えてないんですね。で、えー、お母さんから、で、母親はですね、千尋にお兄さんがいたこととかは、あの、千尋のせいで死んだことは言ってない。 ですよね、だからその子供の頃に川で溺れかけたということだけ伝えてるとだから千尋を覚えてないんですけども白はですねそなたの小さい時から知ってるっていうで,でも不思議だよね千尋のことを覚えていたっていうのはあと鎌爺がですね愛の力だって断言するのはこれは兄弟愛だからなんですね白はあの千尋を傷つけたくないので多分これを思い出したとしても絶対に言わないし鎌爺も言わないまたは白、まあ、自身も気づいてないのかもわかんないです。